パリオリンピックトレードマーク卓球女子団体決勝日本ゼロの3中国現地時間10日パリナンアリーナ卓球女子団体の決勝で世界ランク2位の日本は同1位の中国と対戦しマッチカウント0対3で敗れ2大会連続の銀メダルとなった中国は5大会連続の金メダルに日本女子は悲願の金メダルは今大会も叶わなかったがロンドン五輪銀 リオボリン同前回の東京五輪銀に続く4大会連続の表彰台に輝いた第一試合のダブルスは今大会初めて早田ひな 24& 張本美和16ペアで挑みフルゲームの大熱戦となったが惜敗続く平野美宇24が世界ランク1位の孫エイに敗れ中国に王手を許した 0勝2敗で後がなくなった第3試合で、張本美和、16、が世界ランク3位の大番イク、25、2位イだが、第1ゲームを奪うも逆転負けを喫し、日本はストレート負。